渡辺先生はもうレッドピル飲んじゃった方ですね。いやまあまあ、 あのそうですね、そのハードプロブレムの何たるかが分かってる人はやっぱりレッドピルを飲んでる。レッドピル飲んじゃったんだよ。いや茂木先生も飲んでますね。どうもライアン、それはまさにライアンさんの神経回路網、脳の神経回路網にライアンさんがなっているからっていうか、はい、まあむしろそれが主観なわけですね。主観の側から見るとそれがあるのはもう間違いない、はい、よくなんか意識はないとかいろんな変なポジション取る人いますけど、やっぱりそこは僕は認めなきゃいけないなと思っていて、はい、主観体験、いわゆるその感覚っていうのは間違いなくある。はい、皆さんこんにちは、ピボットの竹下です。エクストリームサイエンス始まります。この番組はビジネスに不可欠なサイエンスの知識をエクストリームとことん追求していく番組です。一緒にお届けする脳科学者の茂木健一郎さんです。よろしくお願いします、ね。はい、来ましたよ、天才マッドサイエンティスト。マッドサイエンティスト、やっぱりだから世間はマッドサイエンティストを求めるじゃないですか。求めますね。こちらの方が、はい、東京大学脳科学会におけるマッドサイエンティストでございます、よろしくお願いします。マッドは確かに、はい、お願いします。いや、いい意味でですよ、いい意味ですよね、はい、悪くも良くも悪くも、はい、いや、すごく今日楽しみにしていて、はい、あのとんでもないことを考えてらっしゃるじゃないですか。その脳の意識をじゃあ機械に移植できるのかという問いを、いわゆるマインドアップローディングとか、まあね、はい、ホールブレイミレーションと言われている、はい、でもおそらく世界の中でも最もエッジーな主張、そして計画されてますよね、きっとね。まあそうですね、なんか陣取りをしちゃったみたいな感じ淡々と言ってます、はい、そうですね、淡々と言ってますけど、ね、はい、世界で一番なんか言っちゃってるから、はい、そうだ、これイーロン・マスクも同じようなことというか、はい、同じような分野で勝負してるじゃないですか。ちょっと動画出ますかね。あ、いきなり、はい、イーロン・マスクは、まあ、X、ツイッターとかテスラが有名ですけど、実はこうニューロリンクっていうのも私結構注目してる。ニューラリンク、ニューラリンクですね、はい、これ渡辺先生はニューラリンクはどう評価してるんですか。いや、あのすごい僕はマットだなと思いますけど、マット、はい、その時点でもうマットあ、いやいやいや、マットマットマットって科学、はい、あの、そうですね、科学のあり方としてはマット、まあ、スタートアップが狙うべきところを狙ってるなという感じがしますね、うん、これはどんなことをイーロン・マスクが実現しようとしてるんですかね。まあ、最初のなんかローハンギングフルーツというか、一番最初はあれですよね、脊髄あの損傷の患者さんに対して、はい、あの脳と、ロボット技術を直結して、うん、まあ、動かすという。なるほど。ですよね、じゃあ脳に、まあ、何かチップみたいなの埋め込んで、そこに脳が動、はい、例えば足が動けとか手が動けとイメージすることによって、そこがロボットに伝達されて実際動くということなんですかね。うん、まあ、そうですね、まあ、イメージというか、まあ、実際はあの、はい、彼らの計画ではあの、まあ、第一運動やって入れるので、はい、まあ、実際腕があれば動いちゃうようなことをさせるっていうことですよね。コンサルは埋め込んでるんですよね、これ。そうですね、おそらく、はいはい、僕あのイーロン・マスクの例の文藝春秋から翻訳が出て、電気ですよね、電気ですごい印象的だったのが、イーロンはなんかあの普通になんか例えば電極刺してここにチェンバーつけてっていうのがどうも気に食わないらしくて、かっこ悪いだろうとかって、なんか要するに Bluetooth かなんかで飛ばさないと気に食わなかったらしくて、だからあれですよね、おそらくなんか猿の子になんか入れて Bluetooth で飛ばして遠隔であの神経細胞を拾ってみたいなことやってるんですよね。そうですね、まああの僕もまあ、10年間マックス・プランクにいて、どうしてもね、あの優先でやってると感染するんですよね、うん、で人にやっぱり適応するときにはもう絶対感染してしちゃいけないっていうのがあるので、まあ、基本的にはもう全部その心臓ペースメーカーとかと同じように埋め込み方、まあ、皮膚の下に全部埋め込んでしまえば、うん、まずまず問題が起きないという、まあ、そこやっぱりその金のかけどころというか、そこがセンスがいいなと思います。そこにやっぱりあのほとんどのお金、あとは手術、ロボットですかね、うんうん、でまあ、基本やっぱりこれ自体、技術自体はニコレリスっていう研究者は2000年代初頭にもすでにサルが証明していて、うん、はい、で電極もそのポリマーエレクトロド、まあ、その脳がブルブル揺れて豆腐のように揺れてもちゃんと脳についていくような柔らかい電極、これもあの、まあ、あれアカデミアの果実、うん、まあ、そういうのをうまく使って最後アカデミアでできないそういう無線化みたいな、あ、そのやっぱりそうですね、無線皮下封印っていうか、無線化することであの皮膚の下に封印するような、その何十億ってやっぱりアカデミアで金かけられないところに突っ込んでるっていうのが、まあ、やっぱりセンスがいいなと思います。僕あの、まあ、渡辺先生がやってらっしゃることもそうですし、このイーロン・マスクがやってることも、まあ、普通はね、あの、まあ、例えば何らかの形で脳の、まあ、機能が例えばじゃあ運動とかに表せない患者さんがあったら、そういう患者さんにとって助けになるってことはそうだと思うんですよね、はい、あので一方で僕イーロン・マスク あの主張を見てて面白いなと思うのが、実はこれがなんとAI の安全性、 AI セキュリティ、 AI セーフティとか AI アライメントの切り札だってイーロン・マスク考えてるんですね。つまり人工知能と人間が共存するためには、実はこのニューラリンク的な
テクノロジーが不可欠だとイーロン・マスクは思ってるんですか、うん、そのあたりどうですか。いやそれはちょっと、それはちょっと、ちょっと違いますよね。どうですか、ちょっとやっぱりその彼はやっぱりねすごいセンスがいいので、その真意が分かんないとちょっとコメントしづらいですけれど、パッと聞きはあんまりつながんない気はしますよね。イーロン・マスクもおそらくそこまで深く考えてないと思うんですけど、直感的におそらく AI と人間がの脳が直接やり取りするようなことをしないと、AI のそのアライメントができないとイーロン・マスクが考えてるよ。それについてのおそらくペーパーはないんですよね。どう思います？いやどうですかね。なんかまあ、例えば AI 兵器と、うん、話ちょっとずれちゃうかもしれないです、はい、BMI 兵器って考えた時に、うん、BMI ってやっぱりここから10年ぐらいかけてだいぶ調整しなきゃいけない。で例えばその戦闘機をBMI で飛ばすっていうのは、もしかしたら10年ぐらい経てばようやくその今人がね手足使って飛ばしてるような戦闘機レベル達するかもしれないけれども、その10年後にはもう AI 兵器はもうとっくの昔になんかマッハいくつとか人類がスタンダーロンで耐えられないような、まあ、Gかけられるようなものができちゃうと思うんですよね。でその圧倒的なそのなんですかね、 BMI っていうのはやっぱり所詮なんでしょう、そんなにまあすぐにバンドウィズスが稼げるものではないので、あんまりそのイメージは僕自身ないですね。意識でアプローチするって言ってる割には、うん、ちょっと、ね、一方他の人が言ってることに関してちょっと懐疑的になっちゃうところもある。あと面白いのはその、はいはい、まあ、ついでに、はい、イーロン・マスクは実はヒューマノイドロボットを作ることの意味もそこだっていうんだよね、うん、AI セーフティーとか AI アライメント、はい、なぜかだからその、うん、AI をヒューマノイド型っていうか人間型にすることが AI の安全性を保つ上では、うん、またこれ不可欠なステップだって思ってるらしいんですけど、うん、そのあたりどうですか。それはどういう意味 で、ね、いやこれはだからイーロンのことだから、おそらくただ言ってるだけだと思うんですよ、うん、また人の形してる方がいいみたいな感じですか、うん、まあ、人の環境に合わせられるとか、うん、そういうこともあるんでしょうけど、うん、どうですか、もしイーロンがあれば。あ、すいません失礼しました、はい、そういうチャンネル、はい、ごめんなさい、そういうチャンネルじゃないんですけど、どうですか、ちょっと面白かったです、どうですか、いやどうですかね、そのなんか、うん、まあちょっと言い方悪いですけれど、うん、そのマスター的なそのエヴァンゲリオンの中よく分かんない並んでる人たちいますよね、破壊師みたいな感じで、はい、ああいうイメージと一方でその奴隷のようにロボットを使う、やっぱ使い方が大きく2つあると思うんですね、うん、でやっぱりこの後者で言えば確かに人の形してた方が、うん、まあ、すぐ皿洗ってくれたりとか畳んでくれたりとか、はい、まあ、とか有名なスタートアップ失敗しましたよね、はい、でもやっぱり人が普段使うようなタンスとかでパッと畳んで入れてくれたり、うん、って意味ではやっぱりその人の環境に馴染むっていうのはヒューマノイドっていうの意味があると思いますけ ど、その我々が意識を持ったりとか心を持つって、この形っていうのはどのぐらい大事なんですかね。つまり機械も移植した時に単なる箱型なのか、うん、はいはいはい、こういう人型なのかで意識の移植が変化するんですよね。あ、なるほどね。僕は結構ハードな、はい、その、まあ、最悪脳だけでいい派なんですね。あ、なるほど、うん、でその、まあ、一番の根拠はやっぱりその夢を見てる、はい、夢を見ることがあって、僕たちの分野で言うと、うん、その夢ってのは立派な意識で、うん、で夢を見てる最中ってのはレム睡眠中っていうのは特に、はい、視床っていうところが抑制されて、ほぼ脳が、まあ、ブレインナジャーというか、はい、ほぼ環境から完全に隔離してる状態、うん、それでもまあ、三次元的な世界が立ち現れてしまって人体もあるし、うん、まあ、第三者が出てきて話しかけたりもするし、はい、そういう意味ではもう脳だけでその世界を生んでいる、意識を生んでいるので、うん、その普段はもちろんその、まあ、その脳の中の仮想現実みたいなものが外界にロックしてはいるんだけれども、はい、そのミニマムな要請としてはもう脳だけでいい派ではありますね、うん、で先ほどそのもう一つの質問で最後どうなのかっていうのは一旦はなんでしょう、バーチャル環境が、まあ、相性がいいかなと思ってますね、うん、アップロードされた時にまあ、例えば映画マトリックスのあれは、まあ、人体が残って脳が残っていてそのコンピューターの、まあ、バーチャルワールドの中に入り込んでますよね。でそれのその脳すらも計算されているような状態というのは一番最初に、まあ、実現しやすいところなので、あ、まあ、その時にはまあまあ、コンピューターで計算された脳にコンピューターで計算された身体がついていてということになるかと思います。今日なんかめっちゃ楽しいね。だから渡辺先生にちょっとなんか先走ってしまってすいません。無茶な質問をすごくしたくなってきちゃったんで、はいはい、そのイーロン・マスクはその、はいはい、まあ、マトリックスの映画になって、うんうん、中に出てくる、うん、赤と青の薬、レッドピル、ブルーピルっていうのがすごい好きで、ブルーピル飲むと、はい、もうそのままマトリックスの世界のままで、はい、そうですね、
まあ、まったりしてられる。でもレッドピル飲むと、その仕掛けに気づいちゃうっていうか、現実、過酷な現実に戻るんですよね。シミュレーションしてるってことに気づいちゃう、はい、渡辺先生から見ると、うん、まあ、の意識は脳が作ってるじゃないですか、うん、そので我々にとってのレッドピルみたいなのはあるんですかね。つまり、うわ、こんな仕掛けで俺こんな意識持たされちゃったわみたいなことに気づくというか、あ、なるほど、そういうのはあります？レッドピル、そうですね、話がずれちゃうかもしれない、まあ、森先生も多分すごい感じられてると思うんですけど、うんうん、あれですね、なんかあのクオリアってなかなか理解されてないっていうのが論文昔から書かれてますよね。どうですか。いや、僕にとってのレッドピルは、うん、やっぱりその意識の真実みたいなものじゃないかなと思ってます。それがあの渡辺先生もレッドピル飲んじゃった方ですね。いや、まあまあ、あの、そうですね、そのハードプログラムの何たるかが分かってる人はやっぱりレッドピルを飲んでる。レッドピル飲んじゃったんだ。いや茂木先生も飲んでます、ね、どうもライアンこれさ、はい、例えばいろんなレベルで、例えば日本の統治機構が、うん、例えばじゃあ日本は独立国じゃないみたいなこと言う人っているじゃないですか、時々、うん、はい、あれやっぱりレッドピル飲んじゃったんだよね。その気づいちゃったんです、ね、気づいちゃった、あ、はい、日本実は独立国じゃないんだ、うん、同じようになんかあるんですよね、きっと脳と意識の関係も。飲んじゃった人ってのは、うん、あ、もうその手でいきます、ですあの飲んじゃった、知らないふりでいきます、飲んじゃったもんね。まあまあ、そうですね、やっぱりそのちゃんとハードプログラムなんぞやっていうのを分かってる人はやっぱり飲んじゃったって、そうですね。でいつ渡辺先生は飲んじゃったんですか。そうですね、僕意外と遅いんじゃないかなと思いますね。いつぐらいですか。そうですね、2005、6年かもしれないですね。それはどこにいた頃ですか。まあ、最初はあの下条件、まあ、そのカルテックのカリフォルニア工科大学の下条件にいて、はい、いて、でそのまあ両岸シア闘争っていうのはやっぱり彼ら、はい、そのね、金井さんとかそのダーワンとかそのあたりの学生が一生懸命やってたので、うん、これなんだろうと思って、でやっぱりでもその時まだやっぱりその意識の本当の何ぞやってそんなに気にせずにやってたんですけど、その数年経ってもう少し勉強してから、あ、これすごいやばい問題が僕たちの脳の中に、まあ、頭蓋骨の中にあるなっていうのは気づいた。それはなんか文献読んでて知的に処理して気づいたんですか、それともある時気づいた。そう、難しいです、覚えてないんですよね。そのだからそのなかなかやっぱりその今ハードプログラムって説明できますか、その意識の不思議っていうのは、うん、説明できますか。うん、ライアンはレッドピル飲んでるかどうかってこと、はい、あ、その、はい、めっちゃ不思議っていうか、もう多分その科学的な問題でいろいろあると思うんですけど、はい、その中でも一番やっぱり分かってない。まあ仮に脳がですね、はいはい、機械っぽくて、はいはい、もう全て解明してブラックボックスがなかったとしたら、うんうん、それなのになぜ心とか意識があるのかっていうところですかね。そうすると、じゃあ機械にも意識が持つことができるじゃないかってことを言えちゃうっていうのはプロブレムですか。ですね、はい、脳自体に、まあ、意識が宿ってしまってることの不思議ですね、はい、それって説明できますか。だから実感としてありますか、はい、実感としてはないですね。 そうですか、はい、それがまさにレッドピルなるほど、ですよ、ね、先生は実感としてあるということですか。あ、それは飲んじゃったんです。いや、みんな大体やってる人はあの飲んでると思いますけど。なるほど、はい、でちょっと試しに、はい、お願いします、説明してみていいですか、はい、僕はいろんな説明の仕方あるんですけど、一応多分一番今まで聞きがいいやつを一発、はい、お願いします。いいですか、はい、飲む覚悟でやります。で、まあ、ライプニッツの、はい、そのまあ、思考実験があってミラーアギュメントっていうのがあるんですけど、彼はですね、そのまあ産業革命当時だったので、まあここに一旦その意識を宿す機械があるとしましょう、はい、でまあピストンやロッドがプッシュプルして、まあまあ機械仕掛けですね、完全に、はい、でそれが意識があると、であのそれをまあ人が入れるように膨らましましょう、で中に入ると確かにその押し合いへし合い、まあ機械がしてる様子は分かるんだけれども、意識は機械にしかどこにも見当たらないって言い方するんですね、うん、でちょっとこれだと多分まだ分からないと思うので、それちょっとモダンバージョンで自分がちょっと少しあの、まあ、発掘したのが、仮にですね、まあ、その17世紀当時脳について何も分かってなかったんです。今だいぶ分かっています。例えばあのミクロの消し剣みたいな映画で、あの小さ光を当てると小さくなっちゃって、はい、で人体の中に入るっていう映画があると思うんですけど、宇宙船みたいな、はい、うん、でまあ、僕の脳の中に入ったとしましょう。で無線通信できる状態で、で僕はじゃあこれをちょっと喉乾いたな、これ飲もうかなと思ってる時に、無線通信でちょっと渡辺がなんか水を飲もうとしてるぞ、じゃあ仕掛け屋に急行しましょうっていうと、まあこの僕の網膜を通して入ってきた信号が、まあ第一仕掛け屋とかにはやってきて、まあニューロンがパラパラパラ
って活動してるわけですよね、はい、でこれって、まあ、ニューロンはあの実際は光はしないんですけれども、あとどじしの脳の中はもう頭蓋の中は真っ暗なんだけれども、まあ、例えば懐中電灯みたいなもし持ってるとすると一瞬だけピクって大きくなるんですよ、活動するときに、うん、で、まあ、活動するとそれさらにその先端を見ると神経伝達がパラパラと降り注がれて、うんうん、でまあその脳の中で起きることってそれでしかないわけですね、はい、で僕がこれを検出してじゃあこれ飲もう決める意思決定で、例えば今喉乾いてるのかこの状況で飲んでいいのかっていう、まあ、コンテクスト分析して、いざ飲もうと決めると今度は運動野に下っていって信号が、まあ、最後その筋肉一本一本動かすような信号に噛み砕くっていう、まあ、神経操作が入るわけですね。でそういう意味で言うとそのライプニッツの言ったそのプッシュプルっていうかそのまあ機械が押し合い閉し合い動いてる様子っていうのは、はい、ニがパカッと大きくちょっと大きくなって神経伝達パラパラって振る、うん、はい、だけどその僕の意識ですね、僕の今感じているこの白さ、水の透明さとかこの持った時のこの質感とか重さはどこにも見当たらない、はい、でこれは分かりますか、うん、感覚として、はい、感覚として分かります、はい、で一番不思議なのは、はい、そのじゃあこれを体験するためには目の前に広がっている僕の神経回路もそのようにならなきゃいけない、はい、まあ、これあの、まあ、ネーゲルに言わせると Something that is like to be っていう、うん、あの何かになる感覚、はい、要はその僕の客観的な神経回路網が客観的に信号処理している様子はまあそういうそのまあある意味究極の観測ですね、うん、で解き明かすことができるんだけども、最後その情報処理が行われた最中に僕が感じているいろんなことっていうのは目の前の神経回路網そのものにならなければいけない、うん、で意識の不思議っていうのはまさに神経回路網になれるっていうことですね。ここなんですよ。いかがですか。これレッドピルの瞬間だったんですけど、でこれでもね、はい、そう簡単にこれでも慣れるっていうのはライアンまずどう、はい、今のって、はいはい、分かんなかったですね、はいはい、これね神経回路慣れるっていうのはどういう意味ですか。だからまさに、はい、主観っていうのがそこに宿っていて、はい、その僕がまあだからライアンさんですか。ライアンです。あの今見たり聞いたりしてますよね、はい、で間違いなくこの眩しい光とか見えてますよね、はい、それはまさにライアンさんの神経回路も脳の神経回路もにライアンさんがなっているからっていうか、はい、まあむしろそれが主観なわけですね。でだからそれがだから、主観の側から見るとそれがあるのはもう間違いない、はい、まあだからなんかよくなんか意識はないとかいろんな変なポジション取る人いますけど、やっぱりそこは僕は認めなきゃいけないなと思っていて、はい、うん、その主観体験いわゆるその感覚っていうのは間違いなくある、うん、第一印象的には、はい、だけどじゃあ僕がライアンさんの脳に同じように入って神経回路もバラバラってやってみたときに慣れる感じがしないわけですよ、うん、でそこのギャップ、はい、だからまあその脳は、まあ、所詮は分子原子に過ぎない、で一番あのもう少し上のレベルで言うと電気回路網ですよね、うん、でだこれ水も分子原子ですよね、はい、じゃあ水に慣れるかっていうと慣れる気が全くしないですよね、はい、うん、でちょっとなんかマグカップに閉じ込められてちょっと嫌だなとか、うん、窮屈だなとか、はい、じゃあもう少し電気回路のレベルで言うと例えば旧式のラジオパカッと蓋開けるとトランジスタ出てきて緑の基板出てきて、でこれもその、まあ、AM なり FM の、まあ、電波受信していてそれを研波して RC 回路 でそのスピーカーつなぐと声が聞こえてるんだけれども、じゃあそのそれをやってる最中のトランジスタラジオないしなん、まあ、ないしですね、その基板になった感覚があるか RC 回路になった感覚があって実際ラジオが聞いてるかその放送聞いてるかっていうととても聞いてるように思えない、はい、うん、でそれがでも脳の場合に起きちゃっている、うん、だからまさにそれが神経回路網になれるということ、うん、まあ、まさにライアンさんは神経回路網になってるわけです、はい、だからそのどうしようもないギャップというか不思議、はい、ただそれはなんとなくそう思ってるからそう見えるように聞こえるんですよ、まあまあ、例えば我思うように我ありみたいな、自分がこう思っているからそう見えるということで証明しようがなくないですか、ね、あでもそこをですね、はいはい、一番素朴な、まあ、どっかでやっぱりこの議論するときに、はい、ピン付けっていうか、うん、揺るぎないところをピン付けしなきゃいけないんですね、はい、でその哲学者によっても違うポジションを取って、今みたいな、はい、まあ、イリュージョンの人って最後意識ないよって変なところに飛んでっちゃう人たちもいるんですけれども、はい、でもこれ間違いなく見えてますよね。見えてますね、はい、白くて、はい、まあ、P のピボットの P ですか、はい、うん、でこれがまさにだからすごい素朴な意味での、まあ、主観体験で、うん、それだから
なんか騙されて見えてる気がするとかじゃなくて、だってまあ見えてますよね。見えてるし、まあ、今もそう思います、はいはい、思うとかじゃなくて見えてますよね。見えてる、まあ、そうですね、はいはい、だからその瞬間だから、それはもう揺るぎないものなんです。ライアンがボコボコにされてるの見たら面白い。渡辺先生はあのデネットなんかはどう思うんですか。ああどうなんだから、僕不思議ですよね、なんで最後 あっちに行っちゃうのかっていうか。デネットは俺はバカ野郎だと思ってるんですけど、はいはい、僕個人的には、はいはい、だからでもああいうなんかすごい僕そう不思議なのは、はい、あの、うん、デネットって明らかに IQ が高そうに見えるじゃないですか。でも意識の現象学についてはほとんど直感ないですよね。そうですね。だからそれば、なんか意識バカみたいなのがいるんですよ。ダニエル・デネットってものすごく賢い、はいね、とされてる哲学者がいるんですけど、うんうん、だからああいうケースがあるからどうすればいい。だって、ね、あのライアンに今すごくものすごくなんかマエストロが知的に説明してくださってるんですけど、はい、いやありがとう。これでもライアンひょっとしたら分かっレッドピルまだ飲んでないかもしれない。まだ飲んでないかもしれない。多分だからここから半年ぐらい考えないと。わかりました。見てる方もちょっと今の、はい、なるべきノーカットで流していただきたい。はい、全然使います。あのね、はい、オーバーフローっていう概念があって、これまた大論争になってるんですけど、はい、オーバーフローについてはどっちの立場なんですか。あ、ちょっとそれちゃんと分かってないかもしれないですけども、いや、あの、はい、例のあの白腕ローとか言ってる、要するにビジュアルパーセプションって、だからそのこうやって全部見えてるように思うんだけど、はい、アウェイネスとかで、はいはいはい、実はそれはあの冷蔵庫のリフレジエーターイリュージョンって、あの開けると明かりついてるけど本当は開けないと明かりつけないから、注意を向けてるとこは見えてる気がしてるけど、本当は見えてねえんだよってことを言ってる人たちがいるでしょ。そうですね。あの人たちはどう思いますか。あれはどっち、まずどっちの立場。いや、だからそう難しいとこなんですけれども、うん、どちらかというとやっぱりまあ基本は見えてるかな、ギスト派というか、はい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 、バッと全部見えてるとは思っています、はい、ただそれが報告できるかっていうと、うん、まあ、報告はできない。そうですね、そのやっぱりそれはその視覚的注意のやっぱり4つっていう限界があるので、うん、まあ、だからそこら辺がちょっと混ざっちゃってるとか、まあ、それ、まあ、網膜がもともと周辺だとだいぶ解像度が落ちちゃう、だけど世界は隅々までピッチリなんか改造してるように見えるんだけれども、でもいざ視力遷移さみたいなことすると中心化っていうか、その見てるところ外すともうほとんど視力出てないですよね、うん、だそういう意味で言うと、あの、もともとその目というセンサー自体が限界があって、うん、で実際そのセンサーの限界あったらもうどうしようもないですけれども、でもその、まあ、少し先取りしちゃうと、まあ、先ほど夢って話がありましたけども、その意識を生む仕組みっていうのは、まあ、このレブンソのバーチャルリアリティメタフォーコンシャスって仮説があるんですけども、はい、意識を生む仕組みはまさに夢を見る仕組みであると。だからもともとその脳がもう何もないところから、あの三次元世界完全に作り出してしまうことができる。まあ、それであればその覚醒中に、まあ、その視覚情報を使ってその同期取るのはもうお茶の子さいさいで、はい、そういう意味ではその仮想現実世界って意味では、まあ、世界はまあ、隅々まである程度成立しているのかなと思っていますね、うん、はい、ただやっぱり実際リアルにあの現実世界においてこういうふうにここ何がありますかって言われたら、やっぱりこれはもうどうしようもないセンサーの限界がある、ね、これね、あの今日ライアンがかわいそうな立場で、はいはい、あのレッドピル飲んでない人っていうふうになっちゃって、はい、ただね、はい、あの渡辺先生今言ってくださったみたいに、うん、はいはい、実は意識の科学をガチでやってる人たちの中でもすごく対立することがあって、例えばだからあれですよね、はい、うん、サーモスタットには意識はあるんですか。いや、僕はない話ないなんだけど、さすがにチャーマーズもね、あるって言ってる人、どこまで本気で言ってるか、ね、デビッド・チャーマーズっていうなんか髪の毛長い、はい、ちょっとイエス・キリストみたいな人がいるんですけど、はい、今だいぶねスッキリしましたけど、うん、まああの、はいはい、まあ、昔ね NYU の人なんですけど、はいはい、彼はサーモスタットも意識あるよね、はい、みたいな。それは例えば石ころとかこういうのに意識あるんですか。石ころはチャーマーズはどうなの。いや、なんか月の裏側の石にもあるって言ってますよね、うん、そのなんかポエティックな例えなんですか、それとも本当に思ってるんですか。いや、本気で、だから例えば、ね、うん、いや本当にやはり石がやっぱり何かしらの、まあ、月の裏側の石がその誰も見てないところで太陽の光当たって少し膨張して、はい、で月の裏側っていうかその光を遮られると少し、まあ、縮むと、うん、で そこにやっぱり温度という情報があるので、まあ、情報全てに意識がある、まあ、意識の二層理論、あ、情報の二層理論と唱えているので、それでこれご著書でも書いてますが、うん、はい、うん、ご著書ではその情報そのものに意識がある派と、あと総合的に浮かび上がってくる意識という2つあるっていう書いてあったじゃないですか。情報理論ですかね、はい、これ先生はどっちだと思うんですか、はい、僕はどっちともでもないと思ってるはずなんですけど、なるほど、あの、はいはいはい、もうちょっと言うんですけど、チャット GPT は意識は、はい、あ、なるほどね、あるんですか。ですね、そこ難しいんですけれども、あの今のものはないんじゃないかな。今のチャット GPT はない、はい、まあ、ただちょっとこれ、うん、あの、まあ、全部
これから僕が言う発言がどのなんていうのポジションで発言してるかってことなんですけども、はい、一旦ですねやっぱり脳から意識が生まれる派、うん、まあ極端に話、まあ、量子の理論でもいいと思うんですけど、はい、まあ何かしら脳から意識が生まれる第一、まあ、一元論は基本的にはその同じ釜の飯を食う、まあ、一つのテントの中に入ってるベースキャンプでは、うん、でそのベースキャンプポジションで言うと何があってもおかしくないっていう立場を取っています、うんうんうん、ただやっぱり意識アップロードするとかそのこれから意識の研究を進めていくという上では自分なりのなんか C1 キャンプとか少し登ったところがあってでそしたらその途端にそのベースキャンプでテントの中に入ってるやつちょっとディスり出すんですけれども究極的にはやっぱり今はあの白黒全くつけられないっていう立場を取っています何が正しいか分かんない、うん、だからまあ極端な話サーモスタットっていうのは本当に意識があるかもしれないし量子の理論の中も正しいかもしれないしそこでちょっと、はい、あの渡辺さんがいかにマッドサイエンティストかっていう、はいはいはい、だからあれですよね将来的には脳の意識を機械に移して、はい、でそれは永遠の意識、まあ、言うなれば、うん、持つことができるという仮説を持ってらっしゃるんですよね。ああそうですね。と言ってよろしいですか。まあそうですね。その、まあ、それを望めばってことですね。ということはだからご自身の意識も、うんうん、まあ機械に移してどういう機械かはちょっと今あれですけども、はいはい、でそこに渡辺さんがずっと意識持ったまま機械が壊れない限りはずっと生き続けるいるというふうに思ってるんですね、うん、まあそれは可能原理的に可能だと思ってますね。でそれをイーロン・マスク的に言うと何年後までにやりたいと。僕はでも20年後にやりたいと思ってますけど。20年後、まあ、でもねちょっとじゃあその時当然生きてるでしょうから、まあうんうね、生きてる間に自分の意識のコピーを機械にアップロードしたいということ、はいはい、それ同時に存在できるんですか。アップロードした後もいい質問ですね。どうなんですか。そこはあの原理的には同時に存在できちゃいます、ね、できちゃう。はい、それはいろいろ。いやいいです。それでどうされたいんですか、はいはい、その、うん、それで自分はじゃあ生物としてはいつか死んじゃうってことは仕方がない。はい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 。ですね、これはすごい面白い問題があるんですよ、うん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 、で僕の今の作戦というか、はい、やっぱりシームレスに意識アップロードしたい、うんうん、まあ、自分自身がアップロードされたい、はい、まあ、その自己の少なくとも連続性は保った上でって考えています、うん、なのでその今の戦略としてはその機械の脳半球を作ると、うん、で僕の生体脳半球とつなぐと、はい、でそれで意識が統合されて、はい、でかつ記憶が転送された状態が、うん、まあ、できたとしましょう、はい、でそれってまあ理想的には僕の今のその左右半球生体半球と同じ関係性があるわけですよね。でそれができた時にじゃあ僕じゃあ脳の話からするとじゃあ今この瞬間僕の右脳に脳卒中が起きたとしましょう、はい、じゃあその左右半球で一つだった意識が左半球だけの一つの意識に死を介することなくシームレスに移行してるわけですよね、はい、うん、でここはだから死を全く介在しないし、まあ、同一ではないけれども意識は連続してるって言っていいと思うんですね、うん、で僕の作戦っていうかその、まあ、これは先ほど の, そのベースキャンプポジションで意識をまあ解き明かすためのプラットフォームでもあるんだけれどもその生体脳と、まあ、機械脳半球が意識を統合して、まあ、必要十分な記憶が転送された状態で生体脳がスッとつながってる最中に、うん、お亡くなりになれば、はい、これはもともと一つだった意識が死を介さずに一つの意識に移行するので、うん、これは 僕自身連続性を保って死を介することなく、まあ、アップロードされてる。いやいやマッドな感じだ。いいでしょう。いいでしょう。ですね。これでも脳は左半球右半球だから今おっしゃってたのは、はいはい、そうどちらかを、機械に置き換えるって話ですよね。徐々に、まあ、徐々にではないですけど、まあ、一気に分からない、まあ、そのコンフィギュレーションをで、ね、はいはい、つなげて、はい、そうすると普通に左右の脳があるのと同じような意識状態に統合されてて、はいはい、でそこでどっちかの、まあ、だから生体脳がいっちゃっても、うん、はいはい、それをまたじゃあ機械の脳で置き換えるんですか。いや、まあその、まあ、機械脳がすでに ある状態なので、うんうんうん、まあまあ、そうですね。多分先生気になっているのは、どうすんだ、じゃあ反対半球どうするのかって話だと思うんですけど、うん、実際はですね、じゃあちょっと図を出していただくといいかなと思うんですけども、はい、よいよ右半分ちょっと見えづらいと思うんですけども、はい、まあ、ここに実際、これも東大から一応、まあ、特許を出願している、まあ、まあ、夢の BMI みたいなもので、まあ、ちょうど左右、もう生体の左右半球を、うん、その連絡する、まあ、脳梁前後連後後連ってところに、まあ、包丁を挟み込むようにして、はい、まあ、高密度のCMOSの電極アレを入れると、はい、でそうすると、まあ、理想的には
まあ、生体の半球同士を連絡する、まあ、その左右独立に湧いてる意識を統合するのに十分な、まあ、繊維全てに対して独立に読み書きできる状態になってるわけですね。で、まあ、そこを介してまあその左生体脳と右脳機械、はい、で右脳機械と、その逆もそうですね、その右生体脳と左脳機械、それを、まあ、それぞれたすきがけで、結んであげる、うん、ということをします、うん、でまあ、それができた状態で、まあ、実際はその時点で2組の意識にはなってるんだけれども、その1組に注目すると先ほどの、まあ、脳卒中と同じことが起きるわけですね、うんうん、だそれぞれ、左生体の右機械で、まあ、1つの意識だったものが、うん、生体の中になると右脳機械だけの1つの意識になると。でその逆もしかり、うんうん、でまあ、その多分先生のご質問は、それどうするのかって話なんだけど、まあ、たすきがけで機械の半球は2つあるので、まあ、最後は、つないであげましょう、はい、こういう形で、うん、これちょっとふざけた図で申し訳ないんですけど、まあ、途中でお亡くなりになると、まあ、そういうふうに機械半球同士をつなぎましょうということで、まあ、うん、ですね。でこのロボットがまあ残るわけですかね。まあ、そうですね、はい、今現実世界、はい、今アバターという、はい、まあ、アバター、はいはい、やっぱり面白いですよね。いやこれでも僕面白いなと思うのは、これちゃんとね、実はもうお付き合いも長いし、何回もお話したことあるんですけど、これサイエンティフィックとか技術的に非常に興味深いチャレンジだっていうのは僕はすごい分かるんですけど、これ渡辺先生の根本的な動機づけとしては何が一番のやっぱり何ていうんですか、原動力になってるんですか。いや、それはですね、難しいですよね。永遠の命が欲しいというか、永遠の意識が欲しい、うん、それは2つありますね。1つは多分より大きいのはやはり、まあ、科学者としてやっぱ意識を解き明かしたいっていう気持ちが大きいですね、うんうんうん、でただその平野啓一郎さんのなんか文人っていう考え方があると思うんですけども、うんうん、はい、やはり僕の中にやっぱり死にたくない、でまあ、中学生の頃ですね、やっぱり死の恐怖皆さん味わったんじゃないかなと思うんですけど、はい、それをその思春期に乗り越えられなくて、やっぱり本当にまあ死にたくないと思ってる自分がいて、うん、でその2つがうまくまあ掛け合わさったっていうんですかね。あ、やっぱり、はいはい、不死の願望っていうのがあるはありますね。ただどっちかどっちが強いかって言われたら、やはり、まあ、意識を解き明かしたいっていうのは強いかなとか。意識を解き明かすっていうのと、はいはい、不死の願望の、まあ、一石二鳥みたいな両方が混ざってるんだでもこれってその機械にアプローチするじゃないですか、うん、で肉体が死んだとも、うん、今私はこう思ってる感じでまだ生き続けてるって思うんですか自分は。はい、それはそうですね。あ、そう、あ、はい、じゃあちょっと、じゃあそうもう永遠に生きてるような感じになるわけですよね、感じというか、うんうん、じゃあちょっとじゃあ、はい、実際ですね、まあ、3ステップ思考実験っていうのがありますので、はいはい、まあ、実際アプローチされたらどうなるかということなんですけども、はい、まあ、環境身体脳っていう形で順番にまあデジタル化していきますね。で、まあ、環境のデジタル化っていうのは、まあ、今 の, その仮想現実技術でヘッドマウントディスプレイとかヘッドホンかければすでにされていて、もちろんフルイマーシブネスみたいなものないんだけれども、まあ、そこは想像つきますよね、うん、その体の薄皮一枚隔てた環境が一旦デジタル化されている状態、はい、で次がまさにマトリックスの状態で、脳は生物として残ってるんだけども、ここにまあごっつい BMI が入っていて、うん、まあ、デジタルの身体、まあ、そのデジタルの環境の中にデジタルの身体があって、そのデジタルの身体を通して、まあ、と脳がまあ通信し合っている。でそうするとまあフルイマーシブというか、まさにマトリックスの冒頭ネオが、うん、まあ、第二シーケンスですよね、マドローンでシーンがありますよね、はい、これを映画見てる方も、まあ、ネオ本人も全く現実世界だと思っているわけですね、はい、でそこまではよろしいですか、まあ、はい、で最後だから、じゃあなんで脳までもがそのデジタル化できちゃうって話だと思うんですけども、チャーマーズのなんかフェーディングコーリアという実験があって、はい、じゃあ意識がライアンさんの意識が湧いてる状態、はい、まあ、その何か見えてる状態ありますよね、うん、その時に、まあ、そのニューロンを一個一個シリコン製のものに置き換えていくと、はい、で一つ守るべきはその配線を完全に再現して、ニューロンの特性、入出力特性を完全に再現すれば、まあ、脳の局所性、まあ、要は隣のニューロン何する人ぞって私全くその、まあ、知る由もないので、はい、まあ、残りの脳からするとその置き換えられたシリコン製のニューロンの存在に一切気づかないっていうか、全く変化が及ばない形で1個目が入っちゃうわけですね、うん、はい、2個3個って続けていくと、まあ、最後ですね、
まあ、シリコンのお化けになるんだけれども、うん、でも完全に意識が湧いた状態、はい、ただ今これ3ステップデジタル化とはちょっとそぐわないのは、うん、まあ、その末に出来上がるものっていうのはある意味シリコンのお化けみたいな、うん、で、まあ、脳、まあ、数千億ニューロンあるって言われてますけど、まあ、数千億の実際、まあ、ニューロンみたいな人工素子がハイパーパラレルで動いてる状態ですね、うん、でそれはまあ、現実世界僕たちが生きてる間っていうのはおそらくやっぱり無理なので、僕はそうではなくて、まあ、脳も、まあ、ノイマン型コンピューターでいいと思ってるんですけども、はい、計算してしまうと、はい、その時少し、まあ、そこにあるように、うん、フェリン・コリアいじったのがそのシリコン製のニューロンを、まあ、突っ込んでいく代わりにスパコンの方に取り出してしまう、うん、で1個目はね神の BMI というの完璧な BMI があって、その十分その計算でそのニューロンの入出力を計算していれば、まあ、フェリン・コリアと同じで全く変化を呼ばないはずですね、うん、それまあ2個目はちょっと問題があるのは、もしかするともともとまあ、モノシナプティックというか直接つながっていたニューロンを、まあ、連れてきてしまう可能性があるので、うん、まあ、少し異なるんですけど、まあ、それにしてもそのニューロンの総作用を含めてスパコン側で計算してあげれば、まあ、依然として脳は一切変化を呼ばない、はい、そういう形で脳も最後全部こうやって突っ込んでスパコンの中に突っ込んで、うん、ある意味その、まあ、なんか常備分方程式をルンゲクッタで解いてるような状態、非常に不思議なんだけれども、そのバーチャルに存在する、まあ、ある意味スパイキングニューラルネットワークっていうところに、うん、まあ、十分意識が湧く可能性がある、はい、これは僕だけ言ってることではなくて、うん、まあ、チャーマースとかも言ってるんですけども、はい、そうすると、まあ、先ほどの3ステップデジタルの最後が、まあ、叶うわけですね、はい、うん、それが叶った暁には、はい、その映画マトリックスの冒頭のネオと同じで、うん、一切だから変化が及ばないとか、全くだから現実世界生きてるように生きることができる、生き続けてるわけですね、体もあるし、はい、もちろん欲望とかもあるし、はい、まあ、食べれば味もするし、はい、呼吸もしてるしっていう状態が生まれるはずだっていう、はい、ただ体を置いてっちゃうわけじゃないですか、はいはいはい、そうするとこの体意外に重要だなと思うのは、例えば目線の高さも変わってきますよね。そうすると、うんうん、こうやって下から見る世界と、はいはい、私の今の身長を見る世界で変わるので、はいはい、あれって気づくんじゃないですか、うん、あ、だけどその身体も含めて、はい、あ、そうか、身体も含めて、はい、2ステップ目で入ってるので、まあ、デジタルで再現されてるわけですね、はい、でもちろんそのちょっとお金払えばもう少し身長高くしてあげますよってこともできると思うんですけども、うん、まあ、まあ、そういう意味で、はい、完璧にだからできるはずなんです。でこれはだからまたもう一つちょっと変な証明というか、これは妄想なんですけれども、うん、まあ、世界、多分僕は哲学者すごい尊敬していて、はい、まあ、非常に一番頭のいい人たちと思ってるんですけども、まあ、シミュレーションセオリーっていうのがあって、はい、でこれはもしかするとこの世界がすでに宇宙人がシミュレーションしてる世界かもしれない、はい、うん、でこれはでしかもですね、面白いのはその確率が高いってことを言ってるわけですよ、うん、だから結局じゃあ僕たちじゃあ数百年後ですね、意識アップロードできるような状態ができて、もう少し計算機が進んだ時に昔のたまごっちのような形でマイ世界みたいなものに本当の意識を飼うようなゲームみたいなのができちゃうかもしれませんよね。でそうするととんでもない数のその平行宇宙ができるわけですよね。でその確率とじゃあ、まあ、どっかに宇宙のどっかにいくつかあるか分かんないけど超文明 でその超文明はその世界をもうバカみたいに作ってしまっている。あと僕たちのこの世界が本物かっていうのは、じゃあその地球がですね、そのちょうど本当に太陽系のちょうどいいところにあって、で水がちょうどその液体の状態 でその生命誕生の神秘奇跡があってっていう、その確率に比べるとその僕たちはすでにその実は宇宙人のシミュレーションのまあたまごっちみたいなやつある可能性が高いってことを唱えてるまあ説があって、これだから原理的に否定できないんですよ。これ哲学者誰も多分原理的には否定できない。だから一番頭にいい人たちが、すごく僕はいはいはい一つ思うことがあって、まあニック・ボストロムとかがねそういうこと言ってるわけですね。オックスフォード大学の人なんですけど、ただね、僕この前IAI ってイギリスのまあ、インスティテュート・オブ・アイデアさんのなんだか、まあ、そういうのがあって、うん、はい、でそこで書く道を書くと、あとロジャー・ペンロスとあとドイツのなんとかっていう人が超ひも理論の話してたんですね、うん、超ひも、はい、で、まあ、超ひも理論の話ってここでも何回もやってるんですけど、はいはい、でそこで超ひも理論に対する批判として、はい、数学とこの現実の世界は違うと、だけど超ひも理論の一部の人たちは
数学的な実在がマルチバースとかテレビユニバースとか、ああいうのが現実だと思い込んじゃってるんだって、そのドイツの女性の、YouTube なんかも よくやってる、物理学者の方が言ってて、まあ、の面白いなと思うんですけど、僕あの、まあ、僕もあの渡辺先生みたいに哲学者の一部は、全員が頭良くないけど一部はまあそれなりに賢いなと思うんですけど、ただその彼らは時々ね、その概念というか、まあ、シミュレーション仮説もそうなんですけど、あの概念と現実をこう混同するところがあるなって思うんですよね。だからそのダンシング・コーリアもそうだし、フェリー・コーリアもそうだし、はいはいはい、それからもともとのなんか白黒の部屋のメアリーの思考実験もそうですけど、はいはい、そうですね、まあ、それ話としては面白いんだけど、はいはい、要するに現実じゃないじゃないですか。だからその現実のないじゃない世界で概念をいろいろ操作するのが彼らの得意技なんだけど、ニック・ボストルもおそらくプログラムも書いたことないし、それこそあのウェットは電気整理もやったことないし、はいはい、彼らが言ったって、じゃあニック・ボストロム のペーパークリップマキシマイザーとかどう思います？有名な AI の、はいはい、リスク実験でペーパークリップをとにかくたくさん作れっていう風にしたら、人間の体とかも全部原料にして、はい、地球全体をペーパークリップにしちゃうんじゃないかみたいなことに、目的のために人間も殺しちゃうニック・ボストルムが言ってるんだけど、はい、まあ、それは概念としては面白いけど、そんなことは起こんないよね。だからなんとなく僕哲学者が言ってることって99%ぐらい僕は割り引いてるんですけど、なんかこいつらなんか概念の世界で暴走してるけど現実は違うかなって、どうですかそのあたり、渡辺先生はどう？いや、そうですね、だからそういう意味ではまあ、先ほどのねデネットもそうですけれども、なんかあれやっぱり陣取りしてるところもあると思うんですよね。これさっきから陣取りって面白いですね。はいはいはい、面白いですね。なんですか陣取りって。まあ、陣取りはだから、まあ、ある意味そのひょっとすると本人すらも本当には信じてないかもしれないけれども、飯の種として仮説を唱えてるところもなんか、僕の冒頭の意識のアップロード、陣取りはそういう意味じゃないですよ、本当にやろうとしてますけれども、はい、陣取りいろんな意味があると思うんですけれども、ある程度そのまあ例えばチャーマーズも情報二層理論ありますよね、あれもだから一部陣取りなのかなっていうか、アンチテーゼ的に唱えてるところもあるのかな。でそういう意味で、まあ、哲学者、まあ、全部真に受けちゃいけないなって思いはありますけど、ね、でもなんかその渡辺先生がそういう哲学者に対してすごいリスペクトしながら研究してる姿勢はすごく素敵だと思うんですけど、一方でね、電気整理ガチでやってたわけじゃないですか。今でもね、やってらっしゃると思うんですけど、そうですね、電気整理屋さんって本当大変じゃないですか。いや大変ですよ、ね、はいはい、どうですかそこら辺の苦労っていうか、実際に僕も理化学研究所にいた時、隣の田中啓治さんの研究室で猿の電気整理見てたんですけど、本当大変なんだよね、そうですね、どういうご苦労が一番、いややっぱりなんていうんですかね、その、まあ、研究すべてそうだと思うんですけど、やっぱり発想段階は一番ワクワクするし面白いんだけれども、データ集める期間がまあ、ある意味単調で長いという問題はありますね。今どういうふうにデータ集めて実験をされてるんですか？今ですね、まあ、実際今論文が出ようとしてるんですけども、まあ、マックス・プランク後期ですかね、僕10年間合計でいたんですけども、まあ、自分の小さいグループみたいなのを持っていて、まあ、マウスですね、基本的にマウスでその、まあ、多電極、アレイみたいのを使って、あとオプトジェネティクスやってデータ集めてましたね、まさにそのマウス1日まあ、1匹実験するのにやっぱり 5,6 時間かかって、それを3匹とか、そうですね、やったりするわけですよ。それを丸1年かけてやんなきゃいけないとかですね、でまあ、ニューロン数がやっぱ1000ぐらいなきゃいけないとかね、論文書くため の、はい、まあ、どんどんハードルが上がってしまっているので、まあ、そういう意味ではまあ、そういう大変さはありますよね。ね、でしかも僕なぜか、はい、今までの指導教官が全員医学部の生理学教室出身で、最初は東大の理学物理学科で若林武之っていう人に習ったんですけど、そしたら江橋哲郎っていう生理学のもう大家なんかなんですね。その後が理科研究所行って、伊藤正夫先生っていう、まあやっぱり小脳の大家で、でその次がケンブリッジ大学でホーラス・バーローさんってダーウィンのひ孫なんですけど、この方も電気整理やってた人なんですよ。ラビットのレチナのなんかバグディテクターみたいなの見つけた人なんですけど、でまあ、だからそういう方々の話聞いてると、ここからが面白いんですけど、人というか
研究室によってデータ信用できるできないって話をするんだよね。なんかその論文にはなってんだけど、はい、あそこはいい加減だからなとかその論文の情報だけだと分かんないんだけど、はいはいはい、あそこはねちょっとちゃんとやってないんだよってことも言いますよね。あれは何 なんですかね。いやだから昔はねまさにそういうごまかしが効いたところあるたんじゃないかなと思いますね。最近はやりにくいですか？いや、やりにくい。僕はやってるやつ。いや、いや、いや、やない、最近はなくなった。やっぱり、今ですね、そうですね、大体、ちゃんとした論文は、もうデータアップせよ、うん、データアップしないと載せないよっていうの文化があるので、そういう意味では、はい、よりですね、そういうのはなくなってきてるんじゃないかなと思います。昔は、まさに、脳科学って、その、一本釣りをしてたんですよね。で、このニューロンに、その、すごい単純な針一つついた仕掛けを垂らして、例えば顔に反応するニューロンあるかなって一生懸命探すわけですよ。もともとだからやっぱり発見したい、こういうのが発見できる、例えばネイチャー乗るみたいな目標があって、でやっぱりそこにバイアスがどうしてもかかっちゃうわけですよね。でその実験のセットアップからして全部かかってしまうんだけれども、今なんて言うんですかね、そういう珍しい魚がいる釣り上げようみたいな時代が落ち着いて今その魚群のやっぱり振る舞いというか、神経回路網の動作をやっぱり解き明かすってことに研究の主眼が移っているので、昔はプラントハンターみたいな珍しいニューロン見つけるみたいな、でも今ちょっと全体の流れを見ようとしてるってことですね。だからもうそういう自分のね欲しいニューロンが見つかるまで電極をって動かし続けるようなことはなくて、もうズバッと入れてそこで止めて、あとはもうその本当にマシンラーニングみたいな感じで、その非常にビッグデータ扱うようにして解析するので、ある意味そういう傾向はだんだんなくなってきてるんじゃないかな。そう、職人技みたいなところはなくなってきてる。なくなった、そうですね。一方でなんか僕ずっと思ってるのは、ラットとかでマウスとかでもそうなんですけど、いわゆる意識の状態だから、要するに麻酔かけてるのか、それともビヘイビングなのかって、でもその状況によっていろいろあるじゃないですか。これは意識下だとか、これは麻酔かけた状態だとか言っても、なんていうの、いろんな、なんていうか調整っていうか、どういうふうに麻酔かけてるかとか、だからその状態が一つに、なんかそこは腕だと思うんですけど、キャラクタリゼーションするのってなかなか現場では大変な感じもするんですけど、そのあたりってどうですか？いや、どうですか、確かに特に猿ですね、猿で視覚研究って結構麻酔科でやってたりとかしてて、それ本当なのっていう問題ずっとあるんですけれども、今はほとんどマウスにしても猿にしてもやはり覚醒科のデータをつけないと、少なくともなかなかまともな論文載んないんじゃないかなと思います。これだからやっぱりそれは業界として、これ麻酔科だからそうなってんじゃないのっていうのが、昔例えばグリーンバルドっていうイスラエルの研究者がいて、非常に何ですかね、何もしてない、何も見せてないその脳の状態、視覚野にしてもすごく大きな波が立ってるっていう研究がすごくやっぱり注目されたんですよね。でその後になって、結局でもその大きな波は麻酔科じゃないと観測できないっていう、ですごくやっぱりで一気に冷え込んだというか、そういう何ですね、自浄作用みたいなのが働いていて、やはりその基本的に語りたいのは覚醒下の脳であって、でちゃんと覚醒で実験しなきゃねっていうのは、確立されてきてるんじゃないかなと思います。渡辺先生なんかね、もちろんものすごく信頼できる、ラボのですけど、なんかやっぱりそのデータだけで見てるとすごく危ういところがあるのと、あとロゴテージさん、もうボスの、この方は強烈なキャラクターですよね。ちょっと本当にすごい方なんですけど、どういう先生ですか、ロゴテージさんは。いやすごいビッグボスですね。いや、どんな感じですか、最近は。どんな、最近は今はですね、中国にいますけどね、はい、いやもう本当に尊敬するというか、もともとそのある意味意識の実験的な研究ですねを始めた人ですね。そこにありますけれども、両眼視野闘争っていうのを、右目と左目に違うものを見せて、知覚抗体を起こす、これでそのちょうど物理的に、信号としては入ってるんだけれども、その視覚体験湧かない、要は片方しか見えてないってことは、片方は見えてないっていうことですね。日本語おかしいですけども、縦縞だけは見えてるときは横縞見えていない、それが非常に面白くて、同じように脳に入力されているんだけれども、視覚体験湧いたり湧かなかったりする、それをまさに使ってある意味その意識の実験的な研究を始めた創始者なんですけども、これ縦がちょっと赤い線ですけど、 そうですね、それをずっと見てると横のブルーの線が、見えづらくなってくる。これ本来ごめんなさい、赤をメガネかけないといけないんですけど、赤だけを
あのまあ、右目に入れて青だけを左目に入れるってことです、はいはい、あの一番わかりやすいのはライアンのこうやって両目で見てるじゃん指を、はい、じゃあ左目つぶってください、はい、で右目つぶってください、はい、どっちかつぶった時像が変わったでしょ。変わりました。どっちつぶった時左ですかね。左目つぶった時に像が変わったってことは、はい、普段は左目が優先されてるってことなんですけど、あー、なるほど。それが両眼視野闘争、はい、要するに左目と右目から違う層が来てた時に、うん、どっちかが優先されて意識に上ってるんですよ、うんうん、でそれをあのロゴテジスさんは、まあ、サロンを使って非常に先駆的な、うん、あの研究をされたってことですね、うん、そうですね。まさにこういうふうにあの、うん、サロをですねあの訓練して、はい、で要はそのどっちがその意識に上ってるかっていうのは、うん、その実験者が分かるような状態で、提示してでニューロン活動がそれにモジュレートするのに変えなかっていう形で、はい、そのある意味脳の意識の座っていうんですかね、はい、その僕たちの主観体験とその脳の、まあ、保持してるレプレゼンテーションというか情報が一致してる箇所をまあ探す、はい、うん、で非常にまあシンプルなステルトフォワードなロジックでこれ始めた人なんですけども、はい、うん、僕なんかやっぱり彼すごい尊敬するのは、例えば彼はもうそのノーベル賞とか取っても不思議じゃないっていうかようなあのすごい人なんですね。でも実験のセンスは素晴らしいんだけれども、うん、一方でなんか子供のようにちょっとこれ英語に訳しちゃうとまずいかもしれないですけども、うん、なんか興味の移ろうままにどんどん研究テーマを変えちゃうんですよ。彼はだから、ね、いい意味のご人生見てるぞ、ね、いい意味でですね、好奇心旺盛ってことですね。彼は、はい、あの彼自身はもう両眼視野闘争やってないというか、もう大体もうこれで語り尽くされたと思ったら、はい、もう次にほいっていっちゃうんですよね、はい、だからまあ本当にまあそのなんか戦略とか考えずに本当にその子供のようななるほどその冒険心というか、はい、なんかその本当に科学的に一番面白いところにどん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 移っていく、でその度になんかやっぱりすごいいい論文が出ちゃうのがさすがだな。これが分かったことでどんな効果というか影響があったと言えるんですか。どんな意義があったと考えればいいんでしょう。これはですね、はい、あのまあ元々やっぱり究極の意識の座っていうこのカルテシアンシアターっていう描像があるんですけども、はい、脳の中に一箇所何か意識を沸かしている場所があるんじゃないか、うん、でそこにはまあ視聴覚とかまあ運動とか全部、はい、あの集まっている、うん、でただですねこの研究の結果分かったことはどうやらそういう箇所は少なくとも脳の中にはない。だからまあその視覚一つ取ってもあの僕たちの体験している世界、例えば両眼視野闘争で言ったら縦縞が見えてるときは横縞全く見えていないっていうような表象している脳部位がないっていうことなんですね、うん、だからなんか理論屋さんからするとある意味かっこいいというか、とか脳の一箇所がなんかその、うん、なんかやってるんじゃなくてやっぱりネットワークとしてダイナミックスとして、うん、まあ、意識が生まれてるという、うん、まあ、そういうオチになったのかなと考えて、あの後頭葉にある第一次視覚野は、はい、意識には関与するんですか、うん、あ僕はしない派ですね。しない派なんですね、はいはいはい、でこれはだからクリストフ候補さんとかフランシス・クリックさんがそういうのをまあ言ってたじゃないですか。そうですね。ロゴテシスさんは今はどう思ってるの。ロゴテシスはこれがあの僕がサイエンスで2011年に出した論文なんですけども、まあ多分これが初めて実験的に第一視覚野がまあ意識にモジュレートしない、まあ同じような両眼視野闘争みたいなものを使って見える見えないに反応してるんではなくて、あの先ほど 出ましたけど視覚的注意、うんうん、どっちに注意が向いてるかっていうのに、はい、反応してる。で彼はあのこの論文のラストオーサーなので、まあ、この結果には納得はしてくれてると思うんですよね。あの 彼自身の猿のデータは第一視覚野も、まあ、多少なりとも、まあ、反応するという、うん、まあ、だけどその僕はある意味それにしても注意の効果だったんじゃないかっていう論文を書いて、うん、ちゃんとオーサーになってくれたので、まあ、納得してるのかそれとも知ったことじゃないのかな、どっちかですかね、はい、いや第一視覚は中継地点に過ぎないっていう、まあ、うん、そのもちろん情報としては通過してるんだけれども、うん、そのある意味 NCC というか真に主観体験を沸かせてるそのミニマルな神経回路網には含まれないんじゃないかなっていうと思ってらっしゃると思うんですね、はい、というようなことを、うん、あの、はいはい、意識の神経科学は、はい、ずっと、うんうんうん、ずっとずっとずっとやってきてる。まあね、結構まどろっこしいんですよね。いやまどろっこしかない。いやそれをだからやるのにものすごい手間がかかる、うん。そうなんですよ。だからちょっとワープしたいなと思って、あの ちょっと別の、ね、これはお猿さんは何ていう名前の猿だった。あこれ人ですね。
今のこれ僕のこれ人ですね。人なの？研究人です。あ、ごめん。V1、はい、あ、fMRI か。うんうん。これ人何人ぐらい？これはそうですね、合計多分都合し7人ですかね、査読中に追加したのも含めてですけど、大変なんですよね、だから、はい、大変ですよ、まあまあ人はねまだ楽なんですけどね、実験する方はね、うんうんうん、これでも今ほら人工知能がこれだけ進んできてるじゃないですか、はいはいはい、で僕今年も北米神経科学会っていうのを行ってたんですけど、うんうんうん、やっぱり見てて僕理化研究所の頃からもううん、20、あれ30近く行ってるのかな、はい、毎年行かれてますか。で、AI が今ここまで来てるから、なんかそれに比べると神経科学のなんか発展って、まあ、しょうがない、純粋科学だからしょうがないんだけど、うんうん、神経科学なかなか派手な発展がないなっていうのはどう思われます？まあ、だからそれはまあ逆に人工知能が早すぎるんじゃないかなと思うんですけども僕のちょっと思いがあって、はい、まあ、僕自身もやっぱり今度ネイチャーコミュニケーションズっていう論文が出るんですけれども、やっぱり自分もオプトジェネティクスをやってると、はい、やっぱりなんていうんですかね、そのこれもちょっと言い方気をつけなきゃいけないんですけども、多分実際やってることは伝わると思うんです。ちょっと生クラ膨張的なところがあって、まあ、生クラ膨張なんか神経科学的には素晴らしいツールで今までその解けなかった問題が解けるんだけれども、やはりまだでもその操作の自由度っていうのは非常に低いんですよね。だからその特定のニューロン子をまあ丸ごと全部抑えちゃうとか、まあ、その利根川先生が始めたようなそのある時活動したニューロンだけを抑えるとか、まあ、いろんなツールあるんだけれども、何か脳を解き明かすって意味で言うとやっぱりまだちょっとまどろっこしいなっていう思いがあります。でなのでその僕がその先ほど言ったプラットフォームですね、これがある意味人工意識のテストなんですけれども、まあ、そういう方ああいった形でですね、その脳と機械を、まあ、まあ簡単に言うとコンピューターでいいと思うんですけども、まあ、直接的に脳部位同士が相互作用するように相互作用させてしまうような研究ができると、うん、今の何ですかね、 AI の発展のような形で、まあ、非常になんかそのブレイクスルーが一気に起きるんじゃないかなと思っています。やっぱり何て言うんですかね、その情報量が全く違うし、うん、その機械の方でいろいろ何て言うんですかね、直接的になんか脳にインタビューできるというか脳を使っていろんなことできちゃう、うん、そうすると相手の正体がだんだん暴けるじゃないかなっていうふうに考えます。なんか AI って最初はだから強化学習にしても脳からまあパクったっていうか、はいはい、なんだけどそのうちなんか関係なく脳のアーキテクチャとかほとんど今も参照しない です、ね、一時期まではなんか AI の人と話してると、うん、いや脳から学びたいんですよみたいな言う人が多かったんだけど、うん、首相のね、はい、最近もう完全に、うん、まだ謙虚だったんですね、うまく関係ねえよなみたいな感じじゃないですか、ね、そうですね、正直でも僕でおっしゃるとおりオプトジェネティクスとかすごいテクニックで、はい、だからあともう一つなんか AI のコミュニティでも、うん、なんかいや実は脳の方がめっちゃ効率いいんだよねって加藤ひぐみさんなんか、ね、うな丼一個だけ食べただけで将棋のことずっと考えられるのに、はい、アルファゼロとかめっちゃ CPU パワー、はいはい、電気食って分回してるじゃないですか、うんうん、だから渡辺先生おっしゃるように、うん、どこかでその脳の情報処理の効率の良さをうまく直接使えるようになるとすごいブレイクスルーが起こる可能性があるってことですね、このスプリンガーのこの本の思考実験とか、はい、まあ、ごめんなさい、ですね、どうですかね、その効率の問題と脳を解き明かす問題ってちょっと別かなと思ってるんですけども、なるほど、どういうことですか。僕が今、これを出したのは、うん、むしろやっぱり複雑回帰な脳を研究するときに、うん、ある意味そのオプトジェネティクスでシコシコやっていくっていうのは結構厳しいんじゃないかな、うんうん、でそれを一気に、まあ、そのある意味全てが分かってる機械ですね、その、まあ、隅々まで分かってる機械で、しかもそのもう少し進めば下手したら脳を超えてしまうような機械、うん、それをつなぐことで、まあ、脳とそういうふうに直接相互作用することで脳を解き明かすみたいなイメージで、うん、まあ、言いましたけど、すみません。いやでもその時に、はいはいはい、もともと効率がいい脳の系コンピュテーションを一部使えるように、ああだからそこから分かったことをもう一回 AI にフィードバックできるんじゃないかってことですかね、うん、し直接その脳のコンピュテーションを、うん、はいはいはい、AI のコンピュテーションにプラグインするっていうか、うん、もう接続しちゃって一体のものにしちゃえばいいんじゃないかな、うんうん、あ、例えばオルガノイド計算機みたいなものですか、まあ、そういうことも含めてですね、うんうん、AI アライメント の、うんうん、一つの形式としてそういうのもあるのかなっていう、うん、なんかとにかく圧倒的に
やっぱりライアン一人いた方がさ AI 分回すよりいいんだよね。 AI すごい金かかるから。まあそうですね、AI、ライアン一人の方がまだいいんだよ、ね、まあ安いってことですよね。安い、はい、やった高級取りだけど。まだ GPU たくさん GPU たくさんあれ分回してるより安いっていうか、はい、うん、でも渡辺先生これここはどうするんですか。そのいろいろすごいとんでもないあの研究計画ぶち上げてるじゃないですか、はいはいはい、その陣地取りかもしれないけど。でもそうじゃないとおっしゃったんで、どうすんですかこのロードマップっていうかそのマイルストーンとしてはどういうことが考えられる、はいはい、ね、まあ、あのやっぱり2つ自分がやらないとって思うところがあって、うん、それはやっぱり本気で1つやっぱり脳につなぐつもりで意識の宿す機会、意識を宿す機会を作るっていうところはやっぱり自分がやらなきゃいけないなと思ってるところで、あの、まあ、戦略としてはその新種コネクトンプロジェクトを使って、まあ、神経一個一個の配線は一旦まあ借用しましょう。人の脳の場合は申し訳ないけど先に亡くなった人の脳を使ってダイヤモンドカッターとかで薄くスライスして、まあ、操作型顕微鏡で覗くとかって、まあ、神経の配線が、まあ、あの金太郎飴に浮かび上がってくるわけで、そうすると、まあ、今まだ症状倍でしかできないんですけども、だんだん大きなものに対してできるようになっていくと、例えば10年後ぐらいにはその人の脳で完全に少なくともその01の神経配線といいますかね、つながってるか否かは解き明かしてしまう、うん、ただ一方でその、まあ、01の、まあ、そのつながってるか否かっていうだけの情報だと、まあ、それは脳としてまともに動作しないわけですね。で最後そのシナプス的な定量性が必要になると。でそこはまさに今のディープラーニングと同じで、その一旦その大きな配線は人がまあパッと決めてしまう、トランスフォーマーとかにしてもちょっと天才的な人がひらめいてつないじゃったわけですよね。でただ学習はあの例題学習とかひたすらその誰か画像を見せるとかで学習して、はいはい、それでそういう形でまあ機械はできるんじゃないかな、まあ、それにしてもまあ言うのは簡単だけど実際やるのは結構大変だなとは思っていますけれども、それが一つですね、機械を作ること。であともう一つはその作った機械と脳をあの結ぶための BMI を開発すると、うん、まあ、その大きな二段構えであの進めるでいこうかなっていうふうに考えてますけど、うんうん、その時あの、まあ、これ当然お考えになってると思うんですけど、うん、そのいわゆる複雑系の科学における初期状態依存性の問題があって、だからかなりの精度で、うん、あのまあ、シナプスの強さまでも再現できたとしても、はいはいはい、あるいはその電気信号要するに、うん、あと活動膜でいいっていうレベルでやったとしても、うんうんうん、ひょっとしたらその細胞内の例えばエピジェネティクスとかそういう非常に小さな、もともとは小さなパラメータが、はいはい、脳のファンクションとしてすごく大きな変化につながる可能性もあるじゃないですか、まあ、特に形成が強い場合で、はいはい、その問題っておそらく難しいですよね、乗り越えるのって。うん、いやまさに同じ感覚を持ってますね。だからその、うん、まあ、例えばハードウェアとしてはその、まあ、先ほど提案したその BMI にしても、うん、そのノイマン型コンピューターにしても多分10年後ぐらいには人の脳全脳を計算してしまうできるとは思うんですけども、うん、はい、でもそれにしても最後今おっしゃったようなその01の配線は人の脳から、まあ、リアルなものを拝借するにしても、うん、じゃあ一体どう学習かけるのか、でニューロンどこまで精密に計算しなきゃいけないのかっていう、そこがやはりちょっと一筋縄じゃいかない感じがしていて、だからまさになんかマイアレン研究所みたいのがないとダメだなと思ってますね。マイアレン研究所作ります？そうですね、孫さんお願いします。孫さん、ね、アレンシティというとってあれ予算規模どれくらいなんですかね、てかどれくらいエンドーメントっていうか最初ポールアレンさんあれ寄付したんだろう、あれ2期に分かれていて、うん、第2期プロジェクトは、うん、10年間で3、400億円ですね。孫さんでもそれじゃ数百億円ぐらいあるとアレン、アレンシティトみたいなのができる、10年ぐらいやると。そうですね、僕もあの、うん、まあ兄弟研究結ぼうとしていて延べ数ヶ月いたんですけれども、うん、なんですかね、やっぱりあのとてもやっぱり一大学では、うん、あもう全く変わらないような、そうですね、100人ぐらい非常に優秀な研究者がいて、でその一台、まあ、数億するような機械が、まあ、20台ずらっと並んでたりとかして、でそれぐらいのことを例えば猿の視覚野とその機械のその視覚野を統合するってことに10年間ぐらいかけると僕はいいとこまでいくんじゃない、まあ、最初の10年ですね、いいとこまでいって数百億ぐらいあればいいですか。そうですね、それぐらいじゃないかなと思いますね。でそれがただやっぱり、うん、それがブレイクスルーに なればまさに先ほど言った意味で、はい、その、まあ、脳を研究する新しい手法になるわけですよね。
でそこから台風の目のように脳科学自体が変わってあもう一気にバーッと広がる、うん、じゃないかなっていうふうに思ってますけども渡辺先生にレックス・フリードマン的なナイーブな質問をでしたいんですが、はいはい、自由意志はあると思ってらっしゃいますか？ああそれはですねまあ意識のもとのか否かによって答えが変わってきますよね、うん、意識のもとのですか、うん、一旦意識のもとのっていう意味では僕は究極的にはないんじゃないかな、ないうん、ただまあ無意識と意識は表裏一体なので無意識の脳の動作としては僕はその自由意志があるとみなしていいんじゃないかなっていうふうに考えてますけど、それはどういう意味ですか？後者の意味での自由意志ってのは、そうですね、これも非常になんかその議論のあるところなんだけれども、そのまず脳はそのまあ、量子力学的なサイコロを振ってるのはおそらく確かですよね、うん、だイオンチャンネルっていうレベルではまあ量子力が働いて真の意味であまりサイコロを振っている、まあ、初期状態が決まって、例えばそのまあ環境も、まあ、仮に何でしょう、エブリシングエブリエウェアオラットワンスみたいな形で世界で分岐することができて、で全く同じ初期状態全く同じ環境でそれを分岐して2度3度って何回でも計算できたときに、その脳の中 の, そのある意味熱ノイズとか量子ノイズだけでやはりその環境から見た時に脳があのまあ自由な意思を持っているように振る舞うのは確かだと思うんですね。ただその今の自由意思派の一番ハードなそれに対する反論は、でもそのサイコロってコントロールできてないじゃないかっていうところなんですね。昔は大昔はやっぱりそのハードな決定論みたいなのがあって、そのビッグバンの時のその素粒子の飛んでいく方向でもう全てが決まってしまっていて、はい、未来永劫決まってるんだって、ニュートン力学的な世界が、はい、それはもうまあ量子力学の登場でまあ否定されてるんだけれども、うん、今でもそのじゃ一番エッジで言うと、その自由意志論争の一番エッジの部分ってそこだと思うんですね。脳はまあ一旦まあサイコロ振ってるのは認めましょう、はい、だけどそのサイコロが勝手に振られてしまってるんだったら、それやはり自由とは言えないよねっていう、うん、はい、だけどその僕はもう一つもう一変に加えて、でもその、そのサイコロの目みたいなものの出方は僕は脳がコントロールしてると思うんですよ。だからサイコロ自体を脳がある意味デザインしていて、マジですか？はい、それはかなり過激であってか強いクレームですね。あ、そうですかね。そうですか。いや、まあ、例えばマッチングローっていうのありますよね、うん、その例えば、まあ、いろんな動物で、うん、こっちのボタンを押すと、じゃあ2分の1の確率で、報酬出ます、うんうんうん、でこっちのボタンを押すと4分の1の確率で報酬出ます。でその時にどうしますか？もしだんだん、まあ、大体何回か押してみて、10回ぐらい押してみて、あ、これ半分ぐらい、これ4分の1ぐらいって分かった時に、まあ、お得な方に、まあ、ずっとそっち全押し、はい、全掛けしますよね、はいはいはい、だけどやっぱりこれは人にしても、まあちょっと人はちょっと複雑なんですけど、はい、動物は大体ですね、最後までその4分の1の方にもその2分の1対4分の1の割合でちゃんと貼るんですよ。それは何でかっていうと、それは自分が今持っている世界モデルっていうのはひょっとしたら間違ってるかもしれない、はい、例えばその海外旅行が好きな人がイタリア行くかハワイ行くかで、まあ、ハワイはもう何回も行っていて、で間違いなく友人とかでパーティーも開けるし、もう気候も穏やかだし、だけどイタリアはよく、まあまあ、あんまり、まあ、例えば行ったことないでもそのガイドブックとか見ると、まあ、非常に素晴らしいところだ。でその時に、まあ、どうするかって言った時に、きちんとですね、人は期待値が低い方にもそのでも期待値なりにちゃんと張るですね、なるほど。それがその、はい、エクスプロイテーション、エクスプロイテーションっていう考え方で、はい、その果実をもぎ取るような行為もすると同時に、でもその自分が持っている世界のモデルがですね、なるほど、間違ってるかもしれないって思いのもとに、ちゃんと期待値の低い方にもちゃんと張る、はい、でこれがマッチングローで説明することができる、それはある意味最適行動なんですね、うん、その世界が未知だっていうもとでは、はい、でその先ほど言ったサイコロが脳がデザインしてるっていうのは、そのマッチングローって意味でちゃんと低い報酬の方にも
ちゃんと振ってる、だサイコロがだからもう全部そっちしか出ないようなサイコロじゃなくて、うん、そういう意味で入ってます、うん、だからそういう意味で言うと、うん、一個一個のその選択は、うん、まあ、脳がたまたま熱ノイズでどっかの4チャンネルがパラッとあったから、はい、それでコロッてなっちゃったけど、うんうん、まあ、まさにカオスのバトルエフェクトのそっちに転ぶのかもしれないけれども、はいはい、長期の目線で言うと、じゃあそれを何単位何で選ぶかっていうところでは脳がちゃんと学習してるというかコントロールできているので、そういう意味で、あのそこまで踏まえれば、まあ、僕は脳は自由意志があると言っていいんじゃないかな、まあ、無意識の脳ですけど、ね、はいはい、これシンギュラリティは来るんですかね、人工知能の。それは来ちゃうんじゃないですかね。その時人間の意識とか人間の脳ってのはどういう立場になるんですかね。ああ、どうですかね。でそれが今おやりになってるブレマシンインターフェースとかマインドアップローディングとか、はい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 、でそれが、うんうんうん、なんか乗り越えられるのか、なんか様相が変わるのかって、そこら辺はどうなんですか。僕はですね、意外と別問題として捉えてましたね、うん、そのまあこれ意識のアップロードみたいなものが僕は役に立つのは、うん、本当やっぱりこれフロある意味不老不死を実現するぐらいの意味しか逆にないんじゃないかなと思っていて、それ以外にあんまり使いようがない。イーロン・マスクはなんかそこでなんかやりたいみたいなですけどね。まあそうですね、僕はだから究極的にやっぱり意識はひょっとしたら機能がないかもしれない。お意識は機能がない、まあ、機能はないかもしれないという立場を取ってます、ね、うん、かもしれない、はいはい、まあ、あるかどうか分かんないけれども、うん、まあ、おそらくないみたいな。ということは、あの AI は今ものすごく知性上がってますけど、人工意識はおそらくできてないだろうと多くの研究者が思っているわけですが、意識はなくても知性はどんどん高められる。まあ、まさに今のそうですね、その GPT とかは、うん、おそらく意識はないけれどものすごい勢いで進んでますよね。じゃあ AI の開発研究っていう意味においては、うん、意識研究は特に必要ないということですか。意識研究に AI 研究はあった方がいいですけれども、なるほど、その逆は成立しないかもしれないですね。だから例えば僕がアップロードされた時にやっぱりちゃんと喋る、うん、てかその言語が使えないとあんまりね、はい、ちょっと申し訳ないけど、じゃあアップロードされるけど、アップロードされたら猿になっちゃうよって言われたらどうしようかなと思いますよね。もう動いたり喋ったり食べたりはできるんですか。はい、だからそのやっぱり喋るっていうその脳の仕組みがある意味一番やっぱり動物実験できないところなんで、非常に高度で難しい、研究も難しいところだと思うんですけども、まあでも一方でああいう AI があそこまでできちゃうと、それが非常に参考になりますよね。はい、というふうには考えてます。あ、でもあの渡辺先生のご構想でそのマインドアップローティングするじゃないですか、はいはい、まあ、視覚聴覚についてはまだいいかなと思うんですけど、うんうん、食べ物とかの味わいとか、うん、はいはい、そういうクオリアが生じるけど、はいはい、実際にはそういう食べ物ないんで、はいはい、究極のハルシネーションってことになっちゃうと思うんですけど、で脳腸相関もないわけだから、まあ、脳腸相関があるようなその腸下の、うん、結合をシミュレーションできるかもしれないんだけど、うん、はいはい、その渡辺先生の言うマインドアップローディングは食べた感じはするんですよね、うん、きっとね。あ、まあそうですね、だからデジタルの腸があって、うん、それは相互作用するので、でも食べてはいないんですよね。まあそうですね、だけど夢の中もそれと同じことが起きてると思うんですよ、ね、うん、夢の中で食べてる、あ、だから夢の中で食べることができるので、それはその実際腸とはあのもう隔絶しちゃってるんだけれども、うん、はい、だけどその腸シミュレーターが脳に入ってるので、じゃあ腸と脳のこの相関は相互作用が起きてるようにする、うんうん、どうですかね、そういう人生、うん、人生でもなんかそうなった時に何か実はこれが本当は大事だったってことが見つかったりしないんですか、実はこの小指の爪がすごい機能を持っていたとか。いやそうですね、はい、だからその、うん、そのジョン・サールなんかね、そういう立場を取ってるんですよね、はい、ジョン・サールは結構ハードにあの、うん、有名なあの哲学者、今あのご存命の UC バークレー、まあ、ちょっと最後、晩節汚してしまったところあるんですけど、まあ、キャンセルされちゃったね、はいはい、ちょっとセクハラ事件みたいなのを起こしてですね、はい、まあ、それはさておき、はい、まあ、非常に彼も僕大好きな哲学者なんですけれども、はい、一方でやっぱり彼はその意識の機能主義は成立しないって言っていて、うん、何か最後どんどんその先ほどのチャーマーズのフェーリングクオリアンにしても、はい、僕のちょっとハックしたデジタルフェーリングクオリアンにしても、うん、ああいうふうに脳の機能、神経回路の機能だけに抽出していったときに何か落としてしまうんじゃないかっていう立場を取ってるんですね。さすがに爪は、まあ、死んでるので関係ないかなと思うけれども、はい、まあ、あのそういうふうに言ってる神経科学者いますね。脳の例えば僕なんかは神経伝達物質っていうのは別にそのシナプス高電位を生んでさえくれればいいので、別に本当にあれが必要かっていうと、はい、そうじゃないんじゃないかなって考えてるんだけれども、一方でじゃあそのなんかそういう生物学的なディテールみたいなものを落としてしまうと意識が湧かないって言ってる人たちもいて、そういう意味では僕もだからベースキャンプとしてはそれも可能性としてはあると思ってます。だからそれは今現時点では否定できない
という立場を取ってますけどね。ノーベル賞を取ったペンローズがついてるんで、うん、みんなあの困ったなと思いながら無視できないでいるハメロフとペンローズのマイクロチューブル説によるとマイクロチューブル必須って言ってる人たちもいらっしゃいますが、うんうんうん、どうですか、はいはいはい、そのあたりはもう、うん、EPSP だけでいけると思ってるってことですよね。僕はその C1 マイクロチューブル、うん、別に いらねえんじゃない。そうです、僕はなんか C1 っていうかそのちょっと登ったところで言うとあのそれはだいぶ筋が悪いよねって思ってますね。マイクロチューブルはいらないっていう、まあ、いらないっていうか、まあ、そこはちょっと無視してもいいんじゃないかっていう、まあ、量子効果はなくて僕は意識湧いちゃうんじゃないかなと思ってはいますけれども。でもライアンが言ってたみたいに何かちょっと見落と、マイクロチューブルじゃないかもしれないけど何かね見落とす、はいはい、それもだから論理的にはやっぱり否定できないの。だベースキャンプポジションではもう何でもありっていうかどんな可能性もあるし、まあ、まさにそれを、まあ、テストするようなプラットフォームを作りたいなと思っていて、で仮にそのそういう量子効果とか神経伝達物質が全部省いてしまったような、うんまあ、ニューロンの機能だけですね、スパイクの入出力、うん、それだけで再現したような機械脳にああいう形で本当に意識湧いてしまったらその時にまあそういうものが初めて否定できる。あの湧いてしまったらってその湧いたったらどうやって確認するんですか。あそうですね、まあ、まさに、まあ、あのこれは僕が多分何かその意識の、まあ、神経学に何か貢献できるとしたら、うんまあ、まさにそのテストが一番だと思うんですけども、まあ、人工意識開発するときにどう確かめるかって問題ありますね、うんはい、で一つはあの、まあ、哲学的ゾンビって考え方があって、あのライアンさんがもしかしたら、はい、あの全く同じようにライアンさんの振る舞うんだけれども、はい、意識だけがない存在があるかもしれない、まあ、もしかしてデネットはそうなのかもしれないですけれども、うん、松田さんとあのこれ英語僕もそう思います日本語で大丈夫です、まあ、で本当は英語でねどんどん拡散してほしいんですけれども、はい、でそれ、まあ、その哲学的ゾンビを仮定するとやっぱりその僕の作ってきた怪しい機械ですね、はいまあ、10年かけてちょっと作ってきました、うん、でそれをですね何かステミラスレスポンスで何か刺激を与えて反応を見る、うん、例えばそのブレードランダーの一番最初の冒頭のシーンでやってますよね、はい、なんか発汗計つけたり瞳孔を開いて、はいまあ、いろんなテスト、うん、ロールシャーフテストとかしながらやってますけれども、ああいう形では意識の有無っていうのはやっぱり究極的には分からない。あともう一つのそのミルアーギュメント、ライプニッツの先ほどの、うん、もう実験もそうなんですけど、たとえ意識があったとしても中に入ったら意識が見当たらないので、その中に入ってある意味そのテスターで僕の作ってきた機械の仕組みを調べたからといって、やっぱりこれがじゃあ何かいろんな、まあ、統合情報理論が動いているとか僕が推してるようなその生成モデルとかそのバーチャルリアリティメタルコンシャスネスみたいな動き仕組みが動いてるって証明できても、やはりそれはいずれにしろ意識があったとしても意識は見当たらないので、やっぱり何の証明にもならないんですね、うん、なので最後はまさにそこの図にあるように自らの、まあ、意識を持ってあの機械の意識を味わってみるしかないっていう、それがやり方だってことですね。そうですね。で、まあ、それを使うときに、はい、このおじさんですね、残念ながら亡くなってしまって、まさにあの先ほどそれだいぶあの前の本出てきましたけど、優先でやっぱり電極入れちゃってるのでそこから感染して亡くなったって話ありますけれども、じゃあその結局何か人工物をに意識あるかどうか確かめるときに、まあ要はぶっちゃけ自分の脳につなぐってことをまあ提唱してるんですけども、じゃあどうつないでいいか、あどうにでもつないでも大丈夫か、ちょっと日本語おかしいですねというとそうではないと。でこのおじさんの例のように、まあ CCD カメラを直接まあ第一視覚野に直結すると、確かにそれを通してまあ主観体験、視覚の主観体験を湧くんですね。解像度は全然低いんだけど、なんか人が動くとゆらっと黒い影が見えると言ってました、うんはい、でもこれをもって誰もなんていうのかな、 CCD カメラに意識湧いたとは誰も思わないし考えないし証明にもなってないですね、うんうん、最後その自分の作ったお題としては、その脳とまあ機械のつなぎ方で、そういうつなぎ方をした時には機械にまあまあ、ジェニュインにというかオーセンティックに、うん、あの意識が湧いた時に初めてそれを通して主観体験が湧くようなつなぎ方をしなきゃいけない、まさにあの、まあ、視覚の特に反対側特性っていうのがあって、右脳は左側を見ていて左脳は右側を見ていると、でしかもその、まあ、スペイリがやったノーベル賞を取った研究ですけども、まあ、分離脳患者といって今でもやられている転換のための、脳量とか前後連後後連全て切断してしまう手術ですね、はい、そうすると、まあ、一つの頭蓋の中に、まあ、二つの意識が現れる、まあ、左側だけを見てるあの、まあ、右脳と右側だけを見てる左脳、はい、であともう一つ重要なのは、じゃあ僕たち健常者がどうかっていうと、うんまあ、これ脳のいろんな解剖学的構造を考えると、はい、僕たちもやはり潜在的にやっぱり独立の意識、うん、だからそれぞれ左右脳にマスターとして
まあ、視覚的意識が湧いていて、うん、で最後その脳の、まあ、連結でその2つの、まあ、視野が、まあ、連結して統合してる。でそのマスターマスター製薬みたいなものを使うと、あのそれを逆手に取ると、まあ、こういうふうに、まあ、生体脳と機械脳をこういうふうにつないで、でそのもちろん機械脳はその生体脳以上のことをさせないし、機械脳と生体脳の接続もあの、まあ、脳半球同士の接続はしない、うん、でさらに、まあ、例えば脳半球がもしかすると何か変性してしまうかもしれない、うん、なんかメタモルフォシスみたいなのを起こすかもしれない、だけどそれをさせないぐらいの時間ですね、うん、あっという間に実験してしまう。でその上であの機械側の視野が見えてしまったら、この時には先ほどのマスターマスター製薬から機械側に、まあ、真にマスターとしてオーセンティックに、まあ、視覚的意識が湧いて、でそれが僕たちの脳に、まあ、その残った脳半球につながったとしか言いようがありませんよねっていうのが、まあ、ある意味、まあ、肝っていうかですね、これがあるからこそ、その、まあ、安心して意識研究進めましょうという、うん、なるほど、まあ、でその先に意識のアプローチありますよっていう、まあ、それを伝えたいがために、そうですね、面白い、頑張って本書きましたという、いや面白いですね、いやだから本当にやっぱり素晴らしいマッドサイエンティストですよ、はいはい、でもあのどうですか、あの、まあ、カルテック、そしてマックス・プランク、うんうんうん、そして今東大、今日本の、ね、大学とか研究機関の将来についていろんなことを言われてますけど、うん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 、何がどうすれば日本の大学とかもうちょっと研究環境良くなると思いますか。うーん、これはなかなか、なんか建設的な意見が、ね、あれば、あ、まあね、やっぱり現状こういうところダメだっていうよりもなんかこうするといいんじゃないかな、ね、そうですね、どうすればいいですか。まあ、文科省が言ってるのは、うん、ちゃんとハイインパクト誌出せよっていうことですよね、うんうんうん、僕はそれ重要かなと思いますね、うんうん、で東大の中でもやっぱりちゃんとそれはできてるところとできてないところがあって、うんうん、できてないところはやっぱりすごくあるのでどことは言いませんけれども、うんうん、やっぱりそのまずなんていうんですかね、その何ですかね、テニュアトラックの制度がないからなのか、どっかでやっぱりまあ学者っていうか、うん、その大学に雇用された人が早くに安心しちゃうところがありますよね。もちろんその方が楽なんですけれども、うん、でやっぱり圧倒的な何ですかね、その僕もちょっとねその油断してるところとしてもあって、あの自分自戒の念も込めて言ってるんですけれども、やはり一番やっぱり研究者として輝くのは、まあ、テニアトラックの手にはされる前ですよね、うん、そこでまあまあ鬼のようにやっぱりセンスのいい人が鬼のように研究するので、その仕組みがないですかね、なんていうんですかね、競争がないっていうんですかね、いい研究しないと残れないよっていう競争が日本は足らないんじゃないかな、なアカデミックな競争をもっと入れた方がいいという、うん、まあそうですね、だからそうするとじゃあどうするかっていうと、もう、まあ、やっぱり普通に門戸を開くというかですね、あの、もっと人事的に海外の人もってますか、うん、まあ、フェアにやっぱり、うん、そうですね、うん、やると少し変わるんじゃないかなと、まあ、企業家のお金がどんどん、うん、渡辺先生みたいに優秀な方にどんどん流れ込んでいくと、それも競争を生みますよね、うんうん、まあ、そうですね、はい、それもあると思いますね、うん、まあ、その仕組みも圧倒的に足らないですね、はい、今ね、うん、ニューロサイエンス自体が世の中に貢献する道筋ってのは何だと思われますか、うん、まあ、だから例えば、はいはいはい、その疾病とかそういうものの予防とかいうことについて期待が高いんですけど、まあアルツハイマーとかでもなかなか難しいとかありますよね。だからそのどう、まあもちろん純粋なサイエンスとして脳のメカニズムを理解するのはすごく大事なことだと思うんですけど、プラスなんかあの、まあ例えば iPS みたいなものとかクリスパーキャス9みたいなものとか、ああいうなんか分かりやすい応用っていうのがなかなかニューロサイエンス出てこないところあると思うんですけど、どうですか、ニューロサイエンス、はい、じゃあいきます。そうですね、渡辺先生だったらなんかちょっとビジョンある、はいはい、あるかなと思って、うん、どうですかその、いやだからまさにやっぱり、まあ、あのニューラリンク社とかですね、いろんなその欧米の、まあ、中国も数社、うん、あの数十億の調達してるものある、うん、ありますけれども、ある意味一番直接的に医療応用できるのはそういう新種 BMI かなっていうふうには考えてはいますね、うん、それはあれですよね、だからその障害を持たれてる方とか病気の方の、うん、一旦はねやっぱりそこになるかなと、リスクの点考えると、ちょっとお伺いしたいんですけど、はいはいはい、まあ、健常者っていうのはあれですけども、はいはい、ニューロティピカルな方が、うんうん、あえてそういう BMI を使って脳をオーギュメントするみたいな未来が来ると思われますか、うん、僕はですね、だから逆に来ちゃうんじゃないかなと思いますね、うんうん、もちろんその例えばニューラリンク社がもう今にも手術しちゃうかもしれない、うん、でそのニューラリンク社のデバイス入れて例えば平気でロボット技術つけて3年4年って歩いてるとしましょう、そうするとまずやっぱり
医療用ってみんな非常に安全性が担保されますよね。でそのやっぱ次起きることっていうのは、まあ、そこまで安全だったら、うん、保険効かないけど健常者がじゃあね、じゃあスーパーレッグつけちゃおうとか、もっとスーパーなんか記憶装置つけちゃおうとか、そこはなんか今の資本主義の仕組みからすると止まらないんじゃないかな。渡辺先生自身もつけますか？僕はですね、結構ハードな、なんですかね、団地魂みたいのがあって、団地魂ですね。団地魂、はい、はい、僕結構10年間合計団地に住んでたんですよ。あ、団地魂、その団地。なんかその、まさに僕の住んでたその千葉の真狩西ってところが、まあ、だクラスでいうと多分クラスの3分の2ぐらいやっぱ団地住まいなんですね。で一角にその一軒家地帯があって、はい、でみんなそのイエイエイ金持ちみたいな感じで逆になんかマウントするんですよ、あの、まあ、貧乏人っていうか団地の人たちが。でそのだから僕たちその何ですかね、むしろそっちの方が偉いみたいな思考がまだ僕の偉いっていうか、なんかその誇りっていうんですかね、うん、あ、みんな一緒がいいってことですか？うん、だからやっぱりスリーナインみたいな世界は僕真っ平ごめんだと思っていて、やっぱり金持ちだけが優遇されるとか、うん、金持ちだけが何かそのオーギュメントされちゃうとか、まあ、そう、お金出すと将来は脳がオーギュメントされる時代が来るってかもしれない。これは来ちゃうんで、逆に来ちゃうんじゃないかな。来ちゃうんだ。あ、僕は来てほしくないですけれども、僕はその僕のコントロールの範囲内においてはそのなるべくそれが起きないようにしたいと思ってるけれども、やばい話。え、ライアンだったらつける、はい、お金出したら BMI で脳の記憶容量 100% 安全だったら爆上げですみたいな。つけるのと、あと、はい、つける意識を、そうで、つけるらすね。つける、つけます。うん、うん、ちょっとやってみたい。最初の顧客がここにいました。いくらぐらいですか？医療用ですね、まあ、大体、中古車1台ぐらいじゃないですかね。あ、だったらつけるかもしれないですね。じゃあ今度何年後かライアンだったらこれなんかついて、はい、あ、てか見えない見えない見えない、実はつけてたって。俺もライアン最近賢くなったからそうなっちゃう。はい、つけないですか？俺はつけない。なんでですか？まあ話が長くなります。でも今日は面白かった。はいはいはい、つける、あ、でもではつける感じよ、はい、渡辺先生は開発はするけど、うん、実はつけないかもしれない。僕は、まあ、アップロードはされたいと思ってますね。それまでにアップロードしたいけど、ね、僕もアップロードはされたいです、はいはい、それは確実にされたいです。皆さんどうですか、うん、皆さんつけますか、はい、これなかなか面白い話ですね。はい、ちょっと赤いピルを飲みかけてます。はい、うん、あ、で結局赤いピルは飲んだんですかね、あの渡辺先生の判定でいうと。いや、まあ、ちょっとやっぱこれはじっくり考えてみてください。でもまだ飲んでない、まだ飲んでないんだ。ない幸せもありますので、はいはい、ちょっと噛み締めたいなと思います。いや、めっちゃ面白かったですね。はい、渡辺先生どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。